見たこともない生徒がクラスにいるなんて、そういうきちんとしてないのすごくイライラする。正体を突き止めてやるわ。何？あのコンチに行くの？カフカさん！あ、行っちゃう行っちゃう。ただいま。おかえり。あ、やあ。この人たち不法入国者？ん？じゃあ、あなたもそうなのね。いやだな、チリちゃん。不法入国の人なんているわけないじゃない。この人たちはアジアからの帰国子女だよ。帰国子女？だからみんな日本人の名前だよ。ねえ。うん。わたし、ホンダ。お前、私もマスした。私、三菱。嘘をつけ、嘘。私も日本人の名前、関内太郎。それ、きれいでしょ。あ、ミドルネームもあるよ。だから、関内マリア太郎。マリア？マリアちゃん。やあ。またイライラしてきた。あれ、でも待って。そうよ。なんであなた、出席簿に名前があるわけ？この人から出席番号買ったよ。え？ああ、売ったさ。売れるものは何でも売ったさ。制服もカバンも出席番号もプライドもな。じゃあ元関内さんですね。元って、出席番号を売ってしまったということは、現在は帰るクラスがないクラスレスの身なんですね。何よクラスレスって。それが本当の自由ってもいいよ。なんなのよもう。それよりマリアさん、うん、あなた本当に出席番号を買ったの？うん、買った。買ったのね。あ、ちょっとチリちゃん。ならいいのよ。え？きちんとした取引なら問題ありません。問題ないんだ。ええ、きちんとしていればそれでよし。あ、落ちてる。ダメじゃない、こんなにゴミ拾ってきちゃう。ゴミ違う、全部まだ使える。でも日本すごく豊かね。いろんなもの捨ててある。テレビ、冷蔵庫、ストーブ、自転車、赤ちゃん。赤ちゃん？ダメ！それは元の場所へ返してきなさい。わあ。うん、えい、なんかこの子を見てると放っておけない気がする。え、なんだか私が守ってあげないといけない気がするの。さすがチルちゃん、正義の粘着質。誰が正義の粘着質だ。しかしチリの言葉は実に的を射たものだった。あ、町長。あ、はい、やったー、捕まえたー。なんだか守ってあげたい。わーい。守ってあげないと。どうも。どういたしまして。なんだかいろいろ勝手に集まった。よかったわね。何あれ、日本人はみんな偽善者。どれでもいいかしら。ありがとう、みんなすごく優しいね。やだ、かわいい。そっちもかわいい。かわいくないのにかわいいと言ってくれる。大丈夫、優しくするからね。小さい子にも親切。この国の人はみんな優しい。いい国、気に入った。